松本人志に実名告発、元グラドル大塚理香氏が文春に語った恐怖の夜と生々しい現場。吉本は公式発表で初動ミス認めトーンダウン。22日、自身の性加害疑惑を報じた週刊文春発行元の文藝春秋に対して5.5 億円の損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め東京地裁に提訴した松本人志60。しかし、松本が代理人に立てた、八女兼田代正宏弁護士が、陸三会事件で、虚偽公文書作成及び行使罪で告発され、検察官を辞職した過去があることを懸念する声が上がっていることは、弊サイトで記法の通りだ。裁判の行方について、法律からが様々な展開について言及する中にあって、週刊文春は24日、雑誌に先行する形で電子版を配信。放たれた4の矢には実名顔出しという形で元タレントの大塚理香さん37が松本から性行為を迫られた際の様子が掲載されていた。その他同電子版では沖縄県在住の当時19歳だった専門学校生による告発も新たに掲載されている。大塚さんが語った生々しい証言。大塚さんは過去に多くのバラエティ番組への出演経験を持ち、現在はフードコーディネーターとして活躍している菜園。そんな大塚さんは今回、松本や後輩芸人らによるマンション連れ込みの様子を生々しく証言している。記事によると、松本の大塚さんへの性加害未遂が起きたのは6年8月のこと。知り合いの芸人との飲み会があると、友人から誘われた彼女が指定された都内のカラオケ付きのバーに出向くと、そこには松本のほか、後に M1 グランプリを制することになる後輩芸人らが顔を揃えていたという。やがて彼らは参加女性たちに好みのタイプを答えさせるマッチングゲームを開始。他の女性たちが松本の名を挙げていたため、大塚さんも松本さんと答えたことが、この後の悲劇を招いた。えらい目に遭うぞとまで言い放った松本。カラオケ付きバーでの一次会を終え、行き先も告げられぬまま、タクシーに乗せられた大塚さんが連れ込まれたのは、松本の自宅。リビングでの雑談後、松本が一人別の部屋に移動するや、マッチングゲームで松本を好みのタイプと挙げたことを現地に、大塚さんは芸人たちから松本の待つ部屋に無理やり連行される。そこでキスを迫られ、体に手を伸ばす松本だったが、大塚さんが必死の抵抗を試みるや激高。ごめんなさいと部屋を飛び出した彼女を追ってきた松本は、その後多くの参加者たちの前で大塚さんの人格を否定するような暴言を延々と浴びせ続けたという。やがて松本から帰れと言われた大塚さんはお金を受け取ることもなく帰宅。その日の深夜、泣きながら電話をかけてきた大塚さんが松本からえらい目に遭うぞとまで言い放たれたことを口にしていたという。彼女の母親の証言も文春には伝えている。なぜすぐに警察に行かなかったのかという強者の論理。松本擁護派の後輩芸人や芸能人、一般人の松本ファンなどは、なぜ週刊誌には話して警察に届けないのだろうか。なんで今頃何年も前のことを言うの？警察には言えなくて週刊誌には言える不思議と口を揃える。しかし、前述の通り松本から、えらい目に遭うぞと、半ば脅迫に近い言葉の暴力を受けていた大塚さんは、報復を恐れて、警察に届け出ることはできなかったという。実際、SNS や掲示板を見てみると、相手との力関係が気になって、被害者が警察に行けない事案はある。みんな被害者は後から悔やんで、悲しんで、苦しんでいるのに、証拠もなくて、裁判も警察にも行けない人ばっかりだよ。警察に相談したけど、無意味だった。というコメントが数多く書き込まれている。タレントとして芸能活動しているのであれば、報復を恐れて警察には届けられないのではという意見が多いようだ。一人で声を上げてもどうにもならない芸能界の実情。今回、文春サイドには複数の女性たちによる松本からの性的被害の告発がなされているといい。文春と関係の深いジャーナリストの有田芳生氏71もこのようにポストしている。これについても松本擁護派からはなぜ徒党を組まなければ告発できないのかといった声も上がっているのも事実だ。しかし、この世界においては、一人で戦ってももみ消される、あるいは金で懐柔されるのがオチだという。かつて放送業界に身を置いていた男性は、たった一人で大手所属事務所のタレントからの被害を告発する難しさを、こう語る。一人の人間の告発など、大手事務所にとっては存在しないものも同然です。大手であればあるほどテレビ局に与える影響は強いですから、放置しておけばうやむやにできますからね。それでもしつこく声を上げてくる被害者には相応の金を積めばなんとかなってしまうのがこの世界の実態と言ってしまっていいと思います。告発女性たちを二毛作と呼ぶ投稿も、さらにネット上には性被害を告発する女性に対して二毛作という言葉を用いて卑下する者が後を絶たない。たとえ女性たちが勇気を持って訴え出ても、松本擁護派が、結局は売名だろ。金にするためネタを取っておいたのか。といった投稿を頻繁に行っている。ここで言う二毛作とは、売春で金を得て、週刊誌に相手をした著名人のネタを売るという意味なのだが、今回の大塚さんの場合、二次会が松本の自宅であることを知らされておらず、お金を受け取ることもなく、同意を得ないまま行為を強要されそうになったと証言している。金を得ていない以上、その批判は当てはまらない。ネット民の間でも、こうした二毛作発言は、セカンドレイプだとの指摘も相次いでいる。二毛作とか言う人は、自分も後ろぐらい過去があるんだろうな。完全にジャニーズの件と同じ流れやな、あれから何も学んでいない。被害者の情報も出せている意見は、セカンドレイプだろ。松本人志だと、こんな風に擁護しちゃうんだ。結局生きていれば、権力者に忖度か、かようなポストが多く見られる。性的被害を報道するにあたり、何よりセカンドレイプを避けなければいけないことは言うまでもない。注目に値する、吉本興業が24日に発表した公式声明。吉本興業は24日、公式サイトで週刊誌報道等に対する当社の対応方針についてとする声明を発表。週刊誌報道等に対する当社の対応方針について、吉本は昨年末以来の当社所属タレントに関する様々な報道により、ファンの皆様及び関係先各位に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、まずもって心からお詫び申し上げます。と謝罪。今般、私的行為とはいえ、当社所属タレントらが関わったとされる会合に参加された複数の女性が、精神的苦痛を被っていたとされる旨の記事に接し、当社としては真摯に対応すべき問題であると認識しております。としている。さらに23日に開かれたガバナンス委員会の席で、所属タレントが提訴した訴訟の経過も注視しつつ、事実確認をしっかり言った上で、何らかの形で会社としての説明責任を果たす必要がある。当初の当該事実は一切なくとの会社コメントが世間の誤解を招き、何を指しているのか不明確で混乱を招いたように思う。時間がない中での対応とはいえ、今後慎重に対応すべきであるなどの厳しい指摘を受けたという。つまり吉本が初動ミスを公に認めた形だ。ここに来て松本個人による告訴となったこと、そして吉本サイドがこのような発表を行ったことは注目に値するだろう。今後、文春側はさらなる女性たちからの告発を世に出すのか。そして松本、吉本サイドが白旗を上げる日は近いのだろうか。